おはようなのです。おはようございますですわよ、リカ。二人ともおはようです。二人？あらあら、まだ寝ぼけてるでございますの？みー。さとこの他にも、この部屋に住んでいる人がいますのですよ。その人にも、おはようを言いましたのです。もう、朝から怖がらせるのはなしでございますわよ。これでさとこは、今晩怖くて、僕の手を握ってないと寝られないのです。か？そろそろ学校に行きますわよ。僕は今日はお休みしますです。リカ、ケイチさんに聞きましたけど、何か悩み事があるって本当なんですの？あると言えばあるし、ないと言えばないです。ん？リカの好きなように過ごすといいと思いますのです。リカの大好きな窓際で甘いワインを飲むのも、リカらしい過ごし方だと思いますのです。どうせ怒られるなら、最後の一日も気ままに過ごそうという開き直りね。
さとこ、僕は今日、風邪をひいてしまったので、お休みしますです。そうなんですの？体温計でお熱を測ります？今日はゆっくりさせてくださいです、知恵には。僕は風邪で休むと伝えてほしいのですよ。リコ、本当に風邪なんですの？なんだか命を狙われてるような話をしているってケイジさんが言ってて、私、本当に心配してますのよ。ありがとうです。もう行かないと遅刻しますですよ。私は今すごく幸せですのよ。みんなと楽しく過ごせて、またリカと一緒に暮らせるようになってとても嬉しいんですの。だから、リカがいなくなったら、私がどれだけ悲しい世界に生き続けなくちゃならないか、よく考えてほしいでございますのよ。僕の、いない世界。ええ。リカのいない世界なんて、とても辛くて悲しい世界ですわ。だから、どうか自分を、リカが思ってる以上に大事にしてほしいんですの。リカ一人の不幸じゃない。リカに悲しいことがあれば、私も、そしてみんなも、不幸になることを、決して、忘れないでくださいますですのよ。さとこ。リカ、今日はそっとしておきますけど、悩みがあるなら、絶対に相談するんですのよ。仲間が悩んでいるのに、自分を頼ってくれないこともまた悲しいんですから。僕もお邪魔でしょうから、リカが呼ぶまで消えていますのです。気が利くのね。100年生きても、リカはリカです。100歳の仙人にはなれないのです。リカには、年相応に悩んで考える時間があってもいいと思います。僕がリカに背伸びを敷いたこともあるかもしれませんのです。羽生は悪くないわ。私が勝手に天狗になってただけよ。僕とおしゃべりしたいときは、呼んでくださいです。もう泣きつかないの？私が、この世界で終わりにするのを、撤回してほしいって。リカは、頑固な人ですから。言えば言うほど逆効果になりますのです。さすが。付き合いが長いだけのことはあるわね。もう、リカも悟っているようですから、言います。今日です。悔いのない一日を。リカが何をしてもしなくても、朝が来て、夏休みが終わるように、この世界も終わります。でも、リカが望めば、次の朝も訪れる。そして、それはまたしても、今年の6月かもしれないけれど、朝は朝。もっと小さい頃、毎日が退屈で、毎朝、起きても同じ日が繰り返されてるんじゃないかって、思ったことがある。それが本当になるだけのことだしね。今日、有意義に生きてください、とだけ言いますのです。これ以上は、僕は何も言いませんのです。多分、今日だろうと思っていたけど、あんたにはっきりと言われると、答えるわね。やっぱり終わるのね。今回も。はい。今回も、終わりますのです。いつもと同じように。
今日を生きる。どうも、お世話になっておりますんで、おこのぎ造園と申しますが、古出さんのお宅でいらっしゃいますか？おこのぎ？緊急のご連絡がしたくってお電話させてもらいました。学校にお電話したら、今日は休んだと言われましたもので。具合は大丈夫ですかいね？風邪なのです。ちょっと今日はゆっくりしていますです。そうですか。偶然とはいえ、それは好都合だったですね。え？どうして僕が風邪をひくと、おこのぎの好都合になるのですか？いえ、実はあなたの命が狙われている可能性があるっちゅう連絡が入ってきたんです。それはどういうことなのですか？この度の富武氏たちの事件なんですが、東京の調査の結果、入江所長が黒幕である可能性が高いっちゅう連絡が入ってきました。入江が黒幕？
それは、本当なのですか？信じたくないでしょうが、事実ですんで。まあ、入江所長はどこか後ろめたそうなところがありましたんよ。すったらんな感じでした。すでに東京が内定に着手してますんで、詳しいことはもうちょい待ってほしいそうです。また、入江はあなたを何らかの交渉の最後の切り札に使おうとしている可能性があるらしく、あなたに対する警護体制を本日よりさらに強化せよとの命令が来ました。それでご自宅にいられる運は都合がいいと言ったんですんで、すでに古出神社の周辺は山犬が3交代。20人体制で警護に入らせていただきました。もちろんご安心ください。それっちゃわからないように気を利かせてますんね。すごい警護体制なのです。その警護はいつまで続くのですか？東京から解除の命令が来るまでずっとですんね。今回の一件が解決するまでです。
わかりましたです。今日はおとなしくしていますです。ええ、そうなさってくださるとうちらも助かりますんで。町へ繰り出して変なチンピラに喧嘩でも売られるとうちらも苦労しますん。み、根にもたれているのです。では、そういうことです。風、お大事になさってください。風邪の診察に診療所に行ってはいけませんですか？万が一ということがありますんで、入江診療所には当分近寄らないでください。妙な注射でも打たれやすと大変ですかいね。入江はそんなことしないです。しないとうちらも思いたいですがね。その疑いが解けるまでちょいとしばらく慎重にしてほしいっちゅうこってん、案上ご理解をいただきたいんですわ。すったらんしゃもないのです。え？おこのぎもいつの間にかすっかり地元言葉になりましたです。最初は普通の東京なまりだったです。直せと言われれば直せるつもりですがね。地域に溶け込むのが仕事ですから。もしもし、大石です。お待たせしてすみませんでしたね。ちょいと今からお隣の県警に行ってこようとしてたところでした。どうもあちらさん話が通らないんで、直に襟首を掴んで揺すってやろうと思いましてね。県警、高野の死体のことですか？ねえ。周りは勝手に納得して、高野の死体に間違いないって繰り返すんですが、私はもうどうにも腑に落ちない。それで直接行って見てこようと思います。死体が高野でないと分かれば話は一気に急展開しますからね。高野を重要参考人として手配できます。幸い向こうの柔道部とは交流がありますので、お隣の県警さんにも味方は大勢います。ちょいとみっちり話し込んできますよ。大石、実は変な声の電話があったのです。知らない人でしたが村人だと名乗りましたです。匿名の電話ですか？続けてください。その電話は何と？僕を殺そうとしている人たちがいるというのです。早ければ今日にも決行すると言ってますです。それは本当ですか？なるほど。それはありえない話じゃないな。わかりました。私はもう出発しなければなりませんのでいけませんが、警官を何人か行かせます。駐在にも連絡してあなたの近辺を警戒するように伝えましょう。今日はご自宅ですよね。風邪か何かですか？家にいて戸締まりをしっかりしてください。すぐに警官を行かせます。大石さん、どうしたんすか？先方との約束の時間ギリギリですよ。今ね、フルで理科から電話がありました。匿名の電話があり、彼女の命を誰かが狙っているらしいと警告してきたらしいって言うんです。
フルデリカオですか？どうして村のマスコットじゃなかったんですか？連続開始事件絡みで私と接触してたことに対する警告じゃないかと見てます。本当に殺すかどうかは疑わしいが、彼女も年頃の子供です。命を狙われていると聞かされたら穏やかにはいられないでしょう。それにここで信頼を損ねると以後の関係にも支障をきたしますからね。 2,3 人でいいです。大至急行かせてください。あと駐在さんにも連絡して、とりあえず彼女を安心させてあげてください。了解っす。私たちも現地の分からず宿も閉め落としたらすぐにひなみ座へ行きましょう。ちょいとハードな出張スケジュールになりましたよ。こんなの楽勝っす。こちらひばり、駐在警官が境内に入りました。 R 宅へ向かっています。了解。引き続き監視されたし、 R と接触、警官を中に入れました。沖ノ宮署に R から連絡があったようです。自身の身辺警護を依頼したと思われます。うちらのことは喋ったんかいね。命を狙われているとの匿名電話があったと言っています。作り話でしょう。またそれとは別に沖ノ宮署から私服警官が数人派遣されるようです。何年、山犬だけじゃ信用できんって国会ね。厄介ですね。監視体制にも支障が出ます。まさか気づいたんじゃねんかね。そんなわけはないとは思うが、全般に職質に注意しろと伝達。疑われたら意味ないんね。暗状警戒しろっちゅう伝えてえな。了解。本部より全般、古出神社周辺に警察介入の動きあり、職質には特に注意されたし、今夜の決行ですが様子を見た方がよろしいのでは。連絡はするが、三沢やるっちゅう言うだろうな。明朝に R の死亡が発覚して話が進むよう、もうお膳立てが済んどるって話だ。警官に不審と思われとない。もし疑われたらおとなしを引くこっちゃん。状況は聞いています。神社周辺に我々が立ちますので、何かあったらすぐに呼んでください。あと夕方になったら大石刑事がこっちに来ると言っていました。どうかよろしくお願いします。です。必ず一人がここの下にいますので。すみませんが、その者にお手洗いだけは貸してもらってもよろしいですか？あと緊急時用にその者に合鍵を預からせることはできますか？どうぞです。おトイレも貸します。です。
羽生、いる？いますのですよ。どう思う？今回。確かに、僕もこういう展開はあまり見た記憶がありませんのです。今回はひょっとして、って思うことは、やっぱり罪なのかしらね。僕は、期待も失望もしませんです。ただ、あるがままに訪れる結果を眺めるのみです。羽生も、傷つくのが嫌で、期待することをやめた。僕は、リカに比べて、長くを生きすぎましたのです。喜びより悲しみが後に残り、期待すれば、裏切られる方が多いことを知りすぎてしまいました。だから、もう何が起こっても、心を傷つけたいと思わないのです。だから、今回の世界でも、期待しないのね、私が。ひょっとするとこの運命から逃れられるかもしれないという期待を。羽生は、私がどうせまた、失意のうちに殺されると思ってる。そんなことは、思ってないのです。羽生も、サトコと同じなのね。何かの幸運か、誰かが助けて奇跡を起こしてくれるまで、耐えて待っているだけ、戦うことを恐れているだけよ。それを強さだと勘違いしている。つい最近までは、私もそうだったけどね。あんたも何度も聞いてるはず。奇跡ってのは、みんなで団結しないと起こせない。団結というのは、つまり、信じること。みんなで信じないと、奇跡は起こせないのよ。触れることもできず、話すこともできない。見ているしかできない僕も、そのみんなに含まれるのですか？リカに、どんな顛末も見ていることしか許されなかった、僕の気持ちがわかるというのですか？ごめん。やめましょう。この流れは喧嘩になるわね。自分が殺されるまでの貴重な時間を、あんたと喧嘩して過ごしたいとは思わないわ。僕も、リカと喧嘩をしたくはないのです。でも、これだけは言わせて、私とあなたは、友人だと思ってる。だから、友人の人生が、乗るか反るかという時に、期待しないとか、あるがままを受け入れるとか、言ってほしくなかった。そのことは謝りますのです。でも、
期待するかしないかは、僕の心の中で好きにさせてくださいなのです。ございますのよ。それよりリカ、下のおまわりさんは何なんですの？私服警官が護衛してるなんてどういうわけよ。あんた一体何をしでかしたの？みーちゃん聞くこと違う。一体何があったの？リカちゃん、境内の中にも見慣れない人がいました。あれも私服警官ですか？ただごとじゃないんですけど。俺たち、リカちゃんが何を悩んでるのか知らないが、みんなで励まそうって思ってきたんだ。でもどうやら、そんな悠長な事態じゃねえようだな。
リカ。笑ってる場合じゃありませんでしたよ。どういうことなのか説明してくださいまし。どうもこうもないのです。今日は、僕が殺される日なのです。はぁ？なあ、リカちゃん。俺は確かに昨日、リカちゃんから聞いた。自分は誰かに殺されるみたいな話をな。でも、それはリカちゃんの冗談みたいなもんだと思ってた。だがな、もうごまかすのはなしだぜ。話してもらうぜ。リカ、私はみんなに助けてもらいましたの。だから、私もみんなのために何かの助けをしたいんですのよ。気持ちだけで嬉しいのです。リカが自分で私に言いましたのよ。戦う勇気を持てと。あなたは自分でそう私に言っておきながら実践していないではございませんの。リカちゃんは、話せば巻き込まれるって言ったんだよね。リカちゃんが話さなくても、私たちは巻き込まれる気でいるんだよ。そうさ。俺たちは仲間で、部活のメンバーなんだよ。リカちゃんの危機は、メンバー全体の危機さ。かつてサトコが危機だった時も、メンバー全体の危機として戦った。それと同じだよ。命を狙われるとか物騒な話になれば、ますます園崎家の出番だと思いますけれど、それこそ物騒な話に及ぶなら、警察より頼もしいですよ。ねえおね。そうだよ。こういうことこそ相談してほしいね。何をトラブったの？リカちゃんを殺すって脅迫するなんて、とんでもない野郎だよ。まあ、リカちゃんの口の重さを見る限り、心当たりがないのか薄いのかの、どちらかだな。相手が分かってりゃ、楽な話なんだからな。みんなは鋭いので、僕が何も話さなくても、勝手に話が進んでしまうのです。リカ、はぐらかさないでほしいですわよ。ちゃんとお話しなさいませ。一体何があったんですの？これはどういうことなんですの？警察が来るなんてよっぽどのことですのよ。警察には話せて、どうして私たちには話してくれませんの？私たちには話しにくい理由なの？理科に話しにくいようなやましい理由なんてあるわけありませんでしたよ。落ち着け、サトコ。リカちゃんはこう見えても、御三家の当主なんだぞ。お社様の生まれ変わりなんて呼ばれて、年寄り連中に盲信されてるんだ。俺たちの想像のつかないところで、何か厄介なことに巻き込まれていたということもあるかもしれない。そういうごたごたを、これからこの村で楽しく過ごしていこうっていう俺たちに話したくなかったとか。そういうのじゃないのか？村とリカちゃまに関わるやばい話ですか。となると、お社様を盲信する年寄り連中の絡みとしか思えません。ってことは、時期的に考えて、お社様のたたり関係か。あれだ。富武さんと高野さんが殺された件絡みじゃないかな。どうして富武さんたちが殺された事件が、リカちゃんに関連して、リカちゃんが命を狙われなくちゃならないの？話が突飛すぎるよ。命が狙われてるって時点で、十分話がぶっ飛んでる。
俺たちが普段知る以上のしがらみがリカちゃんにあって、それを話せないってことなんだろうな。ビンゴだろ。あまり楽しい話じゃないから、むしろ仲間には話せないってんだろ。信じられないですわ。本当なんです、ノリカ。何か村とか富時さんたちの事件とか、そういうのが関係していますの？話せと言うなら話しますです。でもどうせ信じられませんのです。信じるさ。リカちゃんが真実を語る限り俺たちは疑わない。なら話します。多分私は富武と高野を殺した犯人に狙われています。ってことは、それって連続開始事件の真犯人ってこと？それはわかりません。ですがその可能性もあります。意味がわかりづらいですわね。どうして富武さんや高野さんを殺した人がさらに理科も殺さないといけませんの？話せばみんな巻き込まれますです。いいのですか？いいに決まってるぜ。リカちゃんが巻き込まれた時点ですでに俺たちも巻き込まれているんだからな。では話しますです。ひなみざわには、ある特別な病気があるのです。その病気の名前は、仮なのか正式なのかわかりませんですが、ひなみざわ症候群と呼ばれていますです。
Thank you.
僕の話は、これで終わりなのです。サトコ、僕たちが毎週診療所に研究のお手伝いに行っていますですよね。あれは入江の研究に協力しているだけではないのです。サトコの治療のためでもあったのです。そうだ、そういえばサトコが病気みたいなことを言ってたよな。私が？理科の話なら私だけじゃなく、この村に住むみんながその怪しげな病気にかかってることになるんじゃありませんの？でも、どうして私だけがお注射しなくちゃいけないんですの？監督の作っている新型の栄養剤の実験じゃないんでございますの？サトコは、一度、末期症状を迎えてしまっているのです。だから、日に2回のお注射がないと、すぐに症状がぶり返してしまうのです。入江は、サトコを救おうと、特に熱心に研究してくれていました。でも、毎日2回の注射をしなくてもいい体には、どうしても、戻す方法が見つけられなかった。でも、いつか見つけると意気込んで、今日も熱心に研究を続けてくれていますです。冗談じゃないですわよ。私たち、監督の怪しげな研究に協力してお金をいただいてるんじゃありませんの？あんな注射、一生やるなんて冗談っぽいでございましたよ。その注射を、一回でもしないと、あの日みたいになるんだな。そうです。だから、僕はサトコがお注射を忘れないように、毎日しつこく言っているのです。そんな、信じられませんわ。大体何なんですの、末期症状って。私だけそんなの嫌ですわよ。どうして私が、いつそんな末期症状になったって言うんですの？ごめん、サトコ。思い出さなくていいのです。あれは事故なのです。サトコは何も悪くないのですよ。嘘ですわ。嘘ですわ。リカは全部嘘ばっかりなんですわ。私たちは、リカちゃんの話、ちゃんと信じてるよ。ありがとうです。そして、今まで自分一人で、よくそれだけの大変なことを背負ってきたね。リカちゃんは偉いよ。たった一人で、今日まで、人に言えない秘密を背負ってきたんだね。人に話せない秘密を背負うってのは、悲しくて重いよね。私のは、リカちゃんに比べたら、全然大したことないけどさ。少しはわかるつもりだよ。そうですね。お姉もよく頑張ってます。お姉になすりつけて楽させてもらってるから、よくわかりますよ。みんなは、僕の話を疑わないのですか？どうして疑うんだよ。全部信じるって言ったじゃねえか。
むしろ村の秘密が解けたような気がして、俺はすっきりしたくらいだぜ。その雛見沢症候群という病気は感染症で、村に住んでる人はみんなかかってるのかな？はい、みんななのです。でも昔とは違います。鬼ヶ淵村の頃に比べるとこの病気はとてもおとなしくなりましたです。だから別に遠くへ引っ越しても平気ですし、旅行だってへっちゃらなのです。ただしものすごく低い確率で発症するってんだろ。俺怖くてもう村を出られねえな。もし病気にかかっても簡単な心構えで病気は抑えられるのです。それはとても簡単だけど難しいこと。なんだ。なら私たちは全然平気だね。だな。俺たちは仲間で、部活メンバーで、家族なんだぞ。間違っても仲間を疑ったりするもんか。だからリカちゃんの話、俺は丸ごと信じるぞ。そんなヤバい話をすれば、俺たちがその山犬って連中に消されるかもしれないって思って、ずっと言えなかったわけだろ。ま、だとするとすぐに部活メンバーは臨戦態勢に入った方が良さそうだね。状況を整理しよう。リカちゃんを殺すと大惨事になると信じてる連中がリカちゃんの命を狙う可能性がある。間違いないね。可能性でなく必ず殺しに来ますです。どうかな。リカちゃんが切り札ならそんな簡単に切っちゃう？そうでございますわよ。切り札は殿下の宝刀。抜かないうちが花ですもの。甘いですね、里子。切り札は2枚以上あるときに限りすぐ1枚切ります。そうだね。人質は複数で初めて成立する。一人の人質の価値は複数の時に比べて格段に落ちるからね。とにかく向こうの状況がさっぱりわからねえ以上、殺されないなんて楽観はありえねえな。みーちゃんは山犬って人たちをどう思う？敵かな？味方かな？それは問題じゃないだろうね。僕は善良な狼ですって人に羊の番を頼むかい？疑わしきは黒でございましてよ。その東京とかいう連中と全く関わりのない人たちに助けを求めた方がいいですわね。だな。その意味ではリカちゃんが即警察に応援を求めたのは迅速ないい判断ってことになるぜ。大石さんは俺たちの味方なんだよな。はい。大石には全てを話してはいませんので、僕の命を狙っているのを連続開始事件の犯人、つまり村人の誰かだと信じてるようです。大石さんにも真実を話した方がいいと思うな。大人の力は重要だよ。リスクのある一手ですわね。かえって嘘くさくなって手を引かれるとまずいんではありませんの？いや、大石さんには話そう。あの人、今年が定年で
昔殺された友達の仇を討つ最後のチャンスだって言ってた。だからきっとどんな嘘くさい話でも信じてくれると思うんだ。うん。大石さんは聡子ちゃんを助ける時にも警察の立場でありながら私たちに協力してくれた。頼もしい味方になってくれると思うな。よし、大石には話そう。で、大石は今はしょ？いえ、隣の県に行っています。高野の死体を確かめに。ああ、隣の県の山の中でしたっけ？ドラム缶の中で黒焦げって話。でも、なんでわざわざ大石ともあろう人が直々なんでしょうね。高野の死体が違う可能性があるらしいのです。現地の県警が協力的じゃなくて、あやふやなことを言ってるらしいです。その山犬って連中は、機密保持と情報操作が仕事じゃなかったっけ？私はなんだかその死体おかしいなって思うね。というかあの人、おとなしく焼いたくらいで死ぬとは思えないんだよね。もちろん、入江が黒幕で、高野を殺した可能性もありますです。山犬のおこのぎはそうだと言っていますです。監督が黒幕ってことはねえだろう。あの人は悪い人じゃねえと思うんだ。そうですわよ。目と意図と発言禁止にしてくれれば基本的にはいい人でございますのよ。私も雛見沢ファイターズの幽霊マネージャーとして、監督は黒幕なんて玉じゃないと思います。どっちかというと利用される感じの人です。いい人すぎるというか。誰も高野さんの肩を持ってあげない。いやさ、監督と高野さんどっちが悪い人ですかって聞かれたらなあ。高野さんが聞いたら怒りますわね。客観的に見て、高野さんだけ隣の県で死体が見つかるのがすでにおかしいよ。富武さんを殺した風に偽装するなら、死体は絶対に見つからないところに隠す。山中での焼きなんて、見つけてくださいって言ってるようなもんだもん。うん。レナもそう思うな。警察の管轄の及ばない県外で見つかった身元の確認しにくい焼死体を高野さんということにしようとしている気がする。その山犬って人たちはそういうのが本職なんでしょ？なら構図が見えてきたぞ。山犬ってのは高野さんの部下なんだろ？山犬の隊長は監督が黒幕なんだって主張してるんだろ？高野さんと山犬ってのはグルだな。富武さんのあの死に方は監督が殺したと思わせるためなんですわね。そしてそれがわかるのは東京だけ。そして本当の黒幕の高野さんの死体も見つかり、監督は東京に二人を殺したことを疑われて濡れ衣を着せられる。なるほど、これはなかなか凝った罠でございますわね。爪がいまいちでございますけど。その濡れ衣ってのにも山犬って連中が関わってそうだね。なあ、そうと分かったら監督に直接話を聞いてみないか。その方が早いぞ。そうだね。監督が真実を話してくれるか嘘をつくか、私、目を見ればわかるから。ああ、レナさん、嘘に敏感ですよね。
入江は山犬が監視していると言ってましたです。電話しても出られないか話せないかかもしれませんです。なんだなんだ、聞けば聞くほど監督は濡れ衣臭いぞ。というか監督の身に危険が迫ってるんじゃないのか。うん、私が山犬で監督に濡れ衣を着せようと思ったなら余計なことを言われる前にご退場願うね。死体に口なしだね。どうしよう。大石は隣の県警の話が終わったらすぐに戻ってくると言ってましたです。だから時間はわかりませんが今日必ず来てくれますのです。なんだか腹が減ってきたと思ったらこんな時間なんだな。ごめんねリカちゃん、電話借りてもいい？お父さんに帰りが遅くなるのを電話しないと。そうだな、俺もお袋に電話しないとな。あ、私もばっちゃんに今夜は出前でよろしくって電話しないとな。こんな時間に抜け抜けとそんなこと電話したら後でこってり絞られますね。あと警察の人たちの夕食も考えてあげないとね。本家のつけで寿司でも頼むかね。リカ、うちも出前にしますの？そんなお金の余裕はありませんでしたよ。さとこ、みんなに自慢の野菜炒めでも作ってあげたらどうですか？え？無理ですわよ。こんな大勢になんか作ったことありませんわ。さとこの野菜炒めか。指さえ入ってなけりゃぜひ食ってみたいな。レナもさとこちゃんのお料理久しぶりに食べたいかな。かな？もしもし、フルデなのです。よかった、ご無事なようですね。大石です。高野さんの殺害現場の用事を終わらせましてね、今沖の宮に戻っている途中です。途中のガソリンスタンドから電話しています。それで高野の死体はどうでしたか？やりましたよ。やっぱりそうでした。現地の県警の資料がとんでもないイージーミスをしていました。連中間違いを認めやしない。ガツンと決めてやりましたよ。高野は車ごと行方不明です。富武殺しについて何か事情を知っている可能性が高いと判断し、つい先ほど高野の捜査を開始するよう指示を出したところです。ついにお社様のたたりの尻尾をつかみましたよ。ここから一気に引きずり出しちゃいます。それは土産話がとても楽しみなのです。これからクマちゃんと一緒にそちらへお伺いしますので、詳しい話を聞かせてください。心当たりでもうさんくさい話でも何度も結構です。はい、僕も全部話す決心がつきましたです。おやおや、どんなお話が聞けるのでしょうかね。多分あと1時間ちょいぐらいでお伺いできると思います。ところで受話器の向こうが賑やかですね。お友達も来ているのですか？はい、みんな心配してうちに来てくれましたです。そうですか、皆さんは本当に素晴らしいな。私も皆さんと一緒にいてくれた方がいいと思います。賑やかなだけで犯罪の抑止効果は大きいものです。では今から向かいます。後ほど。
今の大石さんか？はい。今から刑事と二人で来るそうです。はぁ、この部屋にこんなに大勢なんて初めてだね。何人になるんだろう。私たち6人に2人来て8人ですの？床が抜けそうで怖いですわね。あう、9人目なのです。羽生、聞いてた？なんだか今回は本当にすごいことになってきた。今回はいけそうですか？いけるわ、絶対。絶対という言葉はなって当然、ならなければ失望する悲しい言葉ですよ。羽生はこの状況になってもやっぱり今日死ぬと思う？でも死んでほしくないと思っていますのです。あんたのスタンスはわかってるわ。傷つきたくないから信じない。マイナス思考ならマイナスで当然、ラッキーなら大喜びってわけだ。もうあんたと私の考え方の違いをとやかく言わないわ。あんたは見てなさい、傍観者らしく。はい、僕は傍観者ですから。でもリカを応援してますですよ。応援か、ありがとう。でも応援していいの？応援したのに負けると期待を裏切られない？リカが意地悪を言いますです。腹減りましたね。途中で食事に寄った方が良かったんじゃないですか？そうですね。もうすぐ8時か。お昼が遅かったから忘れてました。とりあえず話を聞いたら、おたふくにお茶漬けでも食べに行きましょう。警官を4人行かせてましたよね。交代を送らないと答える頃ですね。古出さんが気を利かせて出前でも取っててくれればいいんですがね。フルでリカの全てを話そうっていうのはとても気になるっすよね。多分相当とんでもない話が飛び出しますよ。あの村はね、本当の名前は鬼ヶ淵村。鬼ヶ淵ってのは沼ですからね。沼の名を冠した村なわけです。沼なだけにそこが知れませんね。フルでリカの護衛ですけど、どうします？彼女の話次第では秘密の場所にかくまった方がいいでしょうね。ひなみ沢ってのは村が丸ごと魔物の服従と同じなんです。あの村の中では何が起こるかわからない。とにかく聞いてみないことにはわかりません。古出家の当主が命を狙われていて、その崎家次期当主はそれを守ろうと思っている。そんな状況下で誰が古出里香を？あとは君吉家くらいしか勢力が思いつかないです。君吉家には臭い話は聞いてないんだけどな。やっぱり村には信仰を軸にした勢力が隠れてるってのかな。沼の底がどうなってるのか楽しみです。高野が富竹を放置した、そこまでは間違いないと思いますが、富竹のあの異常な死に方は一体何だってんでしょう。鑑識のじい様、覚醒剤は出なかったって言ったんですよね。確かに薬物反応は出なかったそうですが、だからって絶対なかったって保証はありません。この世にはおかしな薬なんてきっと無数にある。
それら全部が間違いなく使われていないなんて保証は誰にも出せませんよ。自分が知らない薬だから実在しないなんて、そんな傲慢は刑事が口にしちゃいけない。あったからにはあるんです。だからきっと富竹に首をかき破らせる薬は実在する。そいつは犯人逮捕の折にたっぷり喋ってもらいますよ。あるいはフルで理科が話してくれると一番嬉しいんですがね。な、クマちゃんも今回の山で決めつける捜査がどれだけ冤罪を生み出してきたかよく分かったでしょう。ありゃひどかったっすね。あいつうちの署に嫌がったら俺でも許さないところです。結局最後まで間違いは認めてませんからね。お隣さんはあくまでもあの死体は高野美代だったで通すつもりのようです。でもうちは高野美代生存でいきますよ。あとは県警同士のトップ会談で決着するでしょう。向こうの凡ミスは確定してるんですから。認めると怒られると思って躍起になって上乗りしてるんですよね。いやはや、そういう体質は改めないといけません。クマちゃん、ちょいと止めて。は？どうしたんですか？あの車、何やってんだろうな、こんなところで。不審ですね、こんな時間に。それにしてもよく気づきましたね。いつも言ってます、刑事は四六時中目を皿にしてろってことです。何やってんだろうな。不法投棄かな。まさか死体埋めてるんじゃないだろうな。あるいは刺激不足のアベックかな。車のセンスからしてそれはないか。なあ、沖宮 PS どうぞ、聞こえてるかな。なははこんばんは、さようなら。こちら沖宮 PS、 感度良好です。あ、車両ナンバー紹介お願いします。獅子骨ハノー4344。不詳、獅子骨ハノー4344。少々お時間もらいますが、よろしいですか？お願いします。おいさん、地図で見るとここ、電話会社の施設がありますね。電話会社の施設って、何ですかそりゃ。普通のワゴンだよな。電話会社にゃ見えませんね。電話会社ならそう書いた車で来るはずっすよね。委託の伝説業者か何かの可能性もあります。直接聞いた方が早そうですね。ちょいと行ってみましょうか。フルデさんたちを待たせてますからね。パパッと行きましょう。そうっすね。ウグイス2よりウグイス1、車両が1台停車。2人おりました。おそらく刑事です。そちらへ接近中、1分未満で接触します。
了解。全隊員注意せよ。ウグイス2から5はグリーンライトを待て。ウグイス7から8は前後 100m のクリアを確認せよ。待機了解。ウグイス4、5、聞こえたな。ウグイス4了解。ウグイス5了解。ウグイス7了解。ウグイス8了解。ウグイスより本部、ウグイスより本部、電話設備工作中にトラブル。私服警官2名の職質と思われる。発砲許可を申請。本部了解。許可を待て。どうも、こんにちは。すいません。作業中ですんで、入らないでもらえますかね。どうも、仕事中お邪魔してすみません。警察の者でございます。いえね、不思議なところに不思議な時間に車が止まっていたもので、どうしちゃったのかなと思いまして。そうですか。お仕事ご苦労様です。うちらももうちょっとで終わりますんで。おたくらどちらさんです？伝伝の人じゃないでしょう。ああ、失礼しました。おこのぎ電気設備工事と申します。あれ、すいません、名刺を切らしちゃってるみたいです。おこのぎ電気設備工事さんって会社どちらです？はい、沖ノ宮になりますけど。会社の電話番号と住所を教えてください。なんでそんなこと聞きますか。電話番号忘れちゃいました？私らそんな怪しいもんじゃありませんって。あんたら怪しすぎですって。一体何者です？委託業者なら作業写真用に作業前作業後とか書かれた黒板とかあったりするでしょう。そういうのもないですし、大体あんたたちの雰囲気が違いすぎます。おまわりさん、そんな意地悪言われちゃかなわないです。勘弁してください。私ら早く作業を終えて帰らなきゃならないんです。
もう化けの皮は剥がれてんだよ兄ちゃん。電気屋に化けるときはまずバイトして勉強してからにしな。本部よりウグイス1、発砲許可。ウグイス7、クリア。ウグイス8、クリア。ウグイス1より狙撃班、オールグリーン。出ませんね。大石さんが車両紹介？誰の車だよ。村人の車ですね。至って平凡な。何者だよ。大石さんが聞いてくるからにはただ者じゃないんだろ。突起事項欄は完全に空欄ですね。 S 号指定もなし、原点もなしだし。バッシングでもされて腹が立ったんじゃないの。あの人根に持つとなかなか忘れないタイプなんだよ。ウグイスより本部、2名を射殺、作業を再開。本部了解。警官の車両処理は慎重に行われたし、三佐、ウグイスは警官2名を排除、作業を再開。おやすみなさい、大石さん。私の尻尾をつかめてもう一息だと思ったでしょうに。残念ね。コーヒーをもらえるかしら。どうぞ。しかし厄介な展開になってきましたね。Rタクには以前私服警官数名と、それから友人数名がいるそうです。R は自分が今夜殺されることに感づいてるとしか思えません。作戦が漏れています。やはり決行は延期すべきでは。明日の朝には死体が見つかっていないといけないのよ。お偉いさんたちの日程上その日が一番都合がいいって話なんだから、作戦は決行します。山犬による過剰な警備にかえって過敏に反応したのでしょうか。
違うわね。漏洩じゃない、予言よ。あれは富武の死と、そして私ですら知り得なかった偽装死体の状態まで知っていた。あの子は女王なのよ。南沢の頂上存在の頂点に立つ女王で、巫女で降臨したるお社様の血脈に連なる正当な末裔。神を欺くことなどできない。知られるのは宿命だったのよ。フルデリカをあっさり暗殺などできるわけがなかった。いいわよ、リカちゃん。あなたと私、どちらがお社様の伝説を受け継ぐにふさわしいか、勝負しようじゃない。あなたの死は、お社様のたたりの最後を飾り、この村の伝説のフィナーレを飾る。私の作り上げた物語は、その時こそ、本当のたたりになるの。遅いね、大石さん。渋滞にでも巻き込まれたんだよ。ちょうど帰宅ラッシュの時間帯にぶつかっただろうからね。おまわりさんもお昼からずっといてくれてるんですのよね。交代が来てあげないとかわいそうですわね。そうだな。何時に終わるのかもわからない仕事って疲れるもんな。警察の人には休んでもらって、私たちが夜警にでも立ちます？サトコのトラップワークで不審者の接近を阻むとか。甘いですわね、シオンさん。ここは私とリカの家なんでしたよ。常に二重三重のトラップが張り巡らせてありますわ。そうなんだ。神社で遊ぶときは注意しないとね。大石さんか？もしもし、フルデなのです。夜分遅くに申し訳ありません。沖宮署の小宮山と申します。すみません、うちの大石ですが、そちらにおりますか？いいえ、奥
たちもずっと待っているところなのです。そうですか、わかりました。申し訳ございませんが、そちらに行っている警官に今から応援が行くので、引き継いだら祈祷するようお伝えいただけますか。わかりましたです。それで大石はどこに。夕方頃直接そっちへ行くと連絡があったきりだったので、てっきりそちらへお邪魔してるものと思っていました。大石と交代で警官たちが戻ってくることになってたのですが、いつまでも戻らないのでどうなっているのかと思いまして。どうしたんでございましょうね。遅いにも程がありましたよ。何か重要な仕事があったりして道草でも食ってるとか。それなら電話すると思うな。これから行くって電話したんだよ。これだけ遅くなったら絶対に電話してくれると思うな。まさか東京って連中に襲われたとかか。まさか。と言いたいところですが、リカちゃまの言うような連中が相手なら絶対そんなわけないとも言い切れないのが怖いところです。多分急用が入ったんだよ。それで電話をするのを忘れてるんだと思う。向こうも大の大人、それも天下の大石だよ。そうそう簡単には消されないって。来るなら早く来てほしいですわね。ふぅこんばんは。沖宮署から参りました小宮山と申します。あとは私たち警察がいますので、どうぞ皆さんは家に帰ってください。ご家族の方が心配しますよ。みんなありがとうです。刑事さんたちが来てくれましたし、もう大丈夫なのです。本当に大丈夫？邪魔でなければ私たちも泊まるよ。大丈夫なのです。第一、お布団も寝巻きもないのです。じゃあ明日。これからはなるべくリカちゃんと一緒にいるようにしよう。部活はリカちゃんの家でやるっていうのでどうかな。あら、それなら素敵でございますわよ。僕たちの家の床が抜けてしまうかもしれませんです。はは、違いねえな。じゃあリカちゃま、私たちこれで帰りますけど、用心してください。暗闇で一人になるなんてことは絶対しないように。気をつけますです。じゃあね、また明日。はいです、また明日。
リカ。どうしたの？お腹でも空いたの？出前じゃ甘いのはないからね。冷蔵庫のジュースでも飲む？どうしたの？もうすぐ時間が。やってきますのです。大丈夫よ、ハニュー。私は抗う。たとえ明日殺されるとしても、今夜殺されるという運命にだけは抗う。予定時刻です。1階には刑事2名、2階は消灯してすでに1時間以上が経過します。本部より三佐、決行の判断を。こんなに月の綺麗な夜だもの、始めなさい。刑事は排除でよろしいですか？そうね。今夜古出神社にいた人間は全てが忽然と姿を消し、鬼隠しとなる。それでいいわ。本部より大取り、作戦開始。保証の刑事2名は実力で排除せよ。なお発砲は許可しない。繰り返す、発砲は許可しない。本部よりウグイス、大取りが作戦を開始する。電話線を遮断せよ。ウグイス了解。遮断する。ほんじゃ始めるかいね。大鳥湾より全隊員へ突入準備。1階の刑事2名と2階の同伴者1名を排除せよ。痕跡を残せん。発砲禁止。ガスも使えんね。テーサーを使え。単銃で武装してるぞ。撃たせるな。おこのぎ、素人相手に手こずらないでよ。まあ仕事ですんで。宮塚への悲しさですわ。大鳥セブンエイト前進。バックアップは周辺警戒を厳重にされたし。大鳥セブン了解。前進する。
大鳥セブンより本部、準備位置に到着。突入指示を請う。高野です。綺麗に決めるのよ。行きなさい。了解。突入する。こちら大鳥店。 R 以下2名が感づいた。2階の窓から飛び降りたぞ。裏の茂みへ逃走している。大鳥4、5、そっちへ行くぞ。制圧しろ。大鳥4、沈黙。ですの、あいつらは。リカの言う東京なんですの。多分ね。いいから走って。捕まったら殺されるわよ。どうした、応答しろ。今の音は何だ。こちら大鳥5、銃撃を受けた模様。 R は突破した。追撃する。感触玉か何かだ、畜生め。さとこちゃんね、やるわね。ああ情けな。近場の班は急行しろ。人家に逃げ込まれたらアウトだぞ。大鳥18発見した。追跡中、応援を送れ。二人は土地勘が強いわよ。早く抑えないと確実に見失うわ。どこへ行きますの？バラバラになって追っ手を振り切りましょうです。落ち合うのはミーの家。地下の隠し部屋なら安全だし、外部と連絡も取れますです。
無理ね。それができる魔女なんかになれるものか。あんたらは山犬ね。やっぱり黒幕は高野だったのね。ふん。私もバカね。あんたたちの正体を知りながら逃げることを選ばないなんて。でもね、私は逃げないの。ここであんたたちに殺されるのが運命だとしてもね。運命なんてね、金魚すくいの網より薄いって教えてくれた人がいるから。バカな奴らね。だからあんたたちは金魚が救えないんだ。火災のやつ、改造済みとは言ってたけど、こりゃ効きます。シオン、こっちの連中にもお願い。大丈夫か、サトコにリカちゃん。まさに危機一髪だったな。お前らの足が速いんで、追いつくのに苦労したぜ。ずっと待っててよかったね。張り込んでた甲斐があったよ。張り込んでたって、あの後、お家へ帰らず、ずっと見張っていましたの、皆さんは。うん。帰り際にね、すっごく不審な人が、ずっと草陰に潜んでて、神社を伺ってるのを見つけたの。いやー、よく見つけたよな、あの暗闇で。レナには嘘も迷彩も通用しないってことだな。まさかここでみんなに救われるとは思わなかったのです。とにかくここにいたらすぐに応援が来るぞ。どうする、これから。私たちミオンさんの家に逃げ込むつもりでしたのよ。地下でかくまってもらえるとかいう話で。地下祭具殿ですか。確かにあそこなら都合がいいです。しかもあそこ、武器も隠してませんでしたっけ。し、そういうのは言わない。とにかく私もうちに逃げ込むのは賛成。あそこには秘密の通路がいくつもあるから、連中の裏をかけるよ。
なら急ごう。追手が来てる。6人だ。ちょうどいいね。全員の全力でぶちのめして車をいただこう。あはははそれは明暗ですわね。そうと決まれ、速攻だぜ。おいおい、レナ、やり合うときは背中を気にしろよ。ケイチ君に任せるよ。よろしくね。レナさんの雛見沢復帰前ってめちゃくちゃ興味あります。というか、人殴るのに躊躇なさすぎ。スタンガン使うのに躊躇ないあんたが言わない。リカちゃんから話を聞いていたとき、とんでもねえ奴らだとビビっていたが、どうやら俺たちと同等程度みたいじゃないか。兄ちゃんの部活メンバーは、つまりそのくらい強いってことなんだね。恐れないというのが多分強さの秘密ですね。お姉の部活は、遠慮ってやつをなくす訓練みたいなもんですから。ちょうどいいわね。やってやるわ。リカ。羽生、あなたは相変わらず諦めてるんでしょ。諦めない悪あがきがどれだけの力を持つか、そこで見てなさい。私は打ち破る。私たちは打ち破る。今からね。それをあなたの目の前で見せてあげる。よし、みんないいね。一撃で決めるよ。目の前の敵を一人打ち倒せ。それから車を奪って逃げる。はいです、僕もやりますですよ。気に入ったぜ、リカちゃん。よっしゃ、行くぞ。
入？どういうこと？その時が来たのです。どうして？圭一、その胸の前に浮いているのは何ですか？何ってなんだよ。あ？これなんだよ。嘘、ケイちゃん。なんだよ、これ。まさか、銃弾？だって相手は6人、誰も銃なんか持ってないよ。あ、あそこ、ワゴン車のところですわ。高野さんが撃ったの？圭一君を？そっか、なるほどな。やっぱり黒幕は高野さんだったんだな。どうしよう。ケイちゃん、なんとか体をひねってかわせないんですか？バカ、無理なこと言うなよ。弾丸だって止まるくらいに全てが止まってるんだぞ。俺だって動けるわけがねえだろ。なら時間が動き出すのと一緒に上半身を反らすんですの。そうすれば少しでも違うかもしれませんわよ。なんかよくわからないけどさ。とにかく、こうなっちまったものは仕方がない。時間が動き出せば、俺は死ぬだろ。死ななくても、まあ少なくとも、戦力にはならなくなるな。だからみんな、今のうちに、俺のことを諦めろ。そして目の前の敵と高野さんをぶちのめして、車を奪うことを考えるんだ。嫌です。圭一が死んでもダメです。そんな世界は嫌なのです。羽生、これが運命だというの？避けられない運命だというの？大丈夫ですよ、ティカ。忘れられますから。嘘だ！ケイちゃんがこのまま死んじゃうなんて。やめなよ、ミーちゃん。とにかく、目の前の相手を倒すことに集中しよう。倒れるケイチ君に振り返る時間を、きっとケイチ君は望まない。ああ、そうだぜ、レナ。頼むぞ、みんな、リカちゃんを。まずはこの場を逃げ延びて、監督に連絡を取れ。多分、
こいつらは大石さんをもう殺してる。だからあれだけ待っても来なかったんだ。みんな、生き延びろよ。絶対だ。ケイチ！リカちゃん、最後の最後にごめんな。運命なんて覆せるって大見え切っておきながら最初にリタイアしちまう。根性の名残は尽きた？鷹野さん、これで俺たちが負けたと思うなよ。見終わったのね、走馬灯。高野より本部へ。制圧したわ。私の言ったものを準備させて。それから死体がたくさん出るから処分の手配を。死体袋が5つと血を流すのに水がいるわね。持ってこさせて。嘘でしょ。あなたの背中の入れ墨、一度見てみたかったの。後で見せてもらうわね。見たければ勝手に見ればいいでしょ。見たってつまらないよ。そう？私は楽しいと思うわよ。やめて！みーちゃんを撃たないで！ダメよ。ミオンちゃんが部長さんなんだから一番じゃなきゃね。嘘。やめ。が先に撃たれたいのかしら。おとなしくしてればもう数秒は余計に生きられたのに。やめてシオンさん。挑発なんかしても意味がありませんでしたよ。私、やっとわかりましたよ、サトシ君を。あんたが殺したんですね。そうなんでしょ！あいにくね、メイドの土産って嫌いなの。だから教えてあげないわ。無抵抗の人を撃って楽しいの？この人でなし！あら、
次はあなたが撃たれたいの？黙ってれば最後の順番になったのに。連続開始事件は全部高野さんの仕業だったんですね。お社様のたたりの代行者のつもりだったんですか？代行者じゃないわ。私がたたりを下すのよ。あなたには見せられないわね。お社様の怒りがこれからこの村に下るのは、それは私が起こす。私のたたり。そう。私はまさにお社様そのものになるのよ。その時、私は人としての域をようやく超えることができるの。まあ、あなたには私の気持ちはわからないでしょうね。人を超えて神になろうとする心地よさなど、誰にも理解できないわよ。無理だと思うな。高野さんがどれだけお社様のふりをしたって、お社様にはなれないよ。所詮はごっこ遊び。お社様になんか、あなたはなれない。なれるわよ。これからなるもの。何がおかしいのかしら。無理だよ。だってお社様はいるんだもの。さて、最後は聡子ちゃんね。あなたは殺しても殺さなくてもどうでもいいの。でもあなたは生きた研究資料だからね。東京はあなたの生きたままの捕獲に懸賞金をつけてくれてるわ。大した額じゃない。私の取り分はせいぜいヨーロッパに旅行に行ったら消える程度よ。まあ生け捕りにしてもあなたは結局はろくな目に遭わないけどね。生きたまま頭蓋を切開されるのが関の山よ。それに私、あなたとはお友達だったしね。この場で撃ち殺してあげるのも優しさかと思ってる。どっちがいい？そんなの決められるわけないでございますわよ。じゃあクイズ。ブロッコリーとカリフラワー、緑色はどっち？か、いえ、ブロッコリー。今夜は月の綺麗な素敵な夜だことね。あなたもそう思わない？そして私を殺すのね。ええ、殺すわ。女王感染者の死体が作戦の鍵なの。あなたはここから遠く離れた東京の地での醜い政治的勢力争いの具になるのよ。そして鬼ヶ淵村の伝説のピリオドとなる。私をどういう殺し方にするか、高野の考えそうなことが分かったわ。あら、分かるの？言ってみて。
想像がついてるようね。じゃあ、おやすみなさい、リカちゃん。タカノ、待ちなさい。みんな潔く死んだのに、あなたは命乞いなの？違うわ。私を殺すなら、眠らさずに殺しなさい。どういうつもり？楽に死ぬ気がないの？辛いわよ。生きたまま腹を裂かれるのは。忘れないためよ。あなたが私の腹を裂くの。私は魂に刻みつける。それを私は絶対に忘れない。あなたに再び会った時、あなたが敵であることを思い出すために。何を企んでるやら。でもあなたは他の子たちよりは少しは賢明みたいね。一秒でも長生きすれば悲鳴を上げるくらいのチャンスはあるかもしれないからね。でもそうはさせないわ。いいのよ、羽生。私たち、あれだけ努力した。精一杯頑張った。もう一息で、運命を覆せそうな予感すらした。それでも届かなかったなら、仕方がないし。それにね、なんだか、気持ちいいの。Thank you.
羽生、私はくじけない。この記憶がたとえ引き継げなくてもいい。がむしゃらに生きていく。6月の狭い日々にしか生きられなくなり、最後には綿流しの日にしか生きていられない存在になってもいい。それが私の生なら、精一杯生きて、きっと自分の人生を切り開く。僕も忘れません。きっと覚えてて、もしリカが忘れていたら、きっと僕が教えますから。羽生、あなたはやっぱり冷たい傍観者のふりをしていたのは、悲しさに怯えていたからなんだよね。僕もみんなと楽しく過ごす未来に行きたかったです。羽生、目を背けないで。あなたも見ていなさい。そして心に刻んで。僕にはそのくらいの協力しかできないのでしょうか。触ることも喋ることもできない僕にはそんなことしかできないのでしょうか。それで十分よ。あなたが目を背けないでいてくれたなら、私も多分、痛みに耐えられると思うから。でも、みんなは心を一つにして頑張っていましたのです。僕は見ていました。全部見ていましたのです。いや、足りてなかったんだ。運命を打ち破ろうとする意志が、全員で結束できていたなら、必ず奇跡は起こせたんだ。そうなんだよ。全員が信じたなら、必ず奇跡が起こせるんだよ。
さとこもリカちゃまも、みんなよく頑張りました。ごめんなさいですわ、リカ。あなたが打ち明ける勇気を見せてくれたのに、私はあなたを救えなかったですわ。そうよ。みんなで力を合わせたわ。それでダメなら、仕方のないこと。ありがとう。みんな、本当にありがとう。多分、あまたの世界と同じ死を迎えるのに、こんなにも諦めがつく死は初めて。この死を代償に、私は、本当に大切なことを学んだ。リカちゃん、違うの。奇跡が起こらなかった理由、レナは知ってるよ。ねえ、本当にみんな奇跡を起こそうと信じてた？未来を望むとき、全員が信じてなかったら、奇跡は起こらないんだよ。何言ってんだよ、レナ。俺たちは結束した、団結した。運命を打ち破れることを疑わなかったぞ。なあ、ミオン。うん。そうだよ、レナ。誰も運命に勝てないなんて思わなかったよ。リカちゃんのこの運命を覆したいと思う誰もが、絶対に運命を打ち破れると信じてたよ。そうですわ。リカですらそれを信じましたのよ。最後の最後に、リカは私たちを信じて、運命を打ち破れると信じましたのよ。もちろん、レナも信じたよ。でも、信じなかった人がいると思うの。誰がです？ねえ、あなた。あなた、信じてた？運命に打ち勝てるって、信じててくれた？触れることができなくても、喋ることができなくても、信じることはできるんだよ。あなたも信じてくれたなら、きっと奇跡が起きた。僕が信じて、何が変わったのでしょうか。僕は何もできない、非力な存在なのです。僕は見ていることしかできない、受け入れることしかできない。そんな僕が、信じるだけで奇跡が起こせたというのですか。ああ、起こせたな。そうだね。あの時、こっちは6人だった。向こうは7人だった。あなたが信じてくれてたら、それだけで心は7つだった。だったなら、きっと奇跡が起きた。奇跡はね、触れたり、喋ったりで起こすんじゃないんだよ。信じる気持ちが起こすんだよ。名前も知らないあなた。あなたにも、悲しみや、辛さと戦う勇気が必要だった。あなたも、運命と戦う勇気が必要だった。あなたが望んだなら、みんなが望む世界に、きっと行けた。それが、あなただけが信じなかっただけで、たどり着けなかったなら、それは、あなたの責任なの。
僕は触れないのですよ。喋れないのですよ。そんな僕でも信じれば奇跡が起こったというのですか？だって今こうしてレナとあなたは話しているよ。私はあなたと言葉を交わしたのはこれが初めてだけれど、いつもあなたがいるのを知っていた。あなたに言葉をどうすればかけられるか考えていたよ。私たちが楽しく遊んでいるとき、あなただけが輪の外から眺めていたことを知っていたんだよ。だって輪の中に入りたくても僕は誰にも見えないし、話しかけられないし、僕を見たらみんな化け物だと言いますです。僕はもう二度と化け物と言われたくないのです。誰が言うよそんなことを。俺たちと一緒にいたなら俺たちは仲間だ。そうですわよ。仲間のことを化け物呼ばわりなんて失礼しちゃいますわ。化け物かどうかは容姿じゃなくて心で決まるんだよね、シオン。そういうことです。まあその見地から言えば私の方がよっぽど化け物ですよ。頭に角が生えていても僕は化け物とは呼ばれないのでしょうか？身体的特徴で化け物なんて誰も呼ばないよ。むしろキュートなくらいだよ。レナに気をつけろ。変に気に入られるとお持ち帰りされるぞ。大丈夫か、リカちゃん。死んだ人に大丈夫かとは変な話なのです。行こうぜ、みんな。そうだね、行こう行こう。あなたもみんなという言葉に含まれてるんだよ。ほら、いつまでも泣いてないで行こう。羽生、あなたが私と出会う前にどんな悲しいことがあったか知らないけれど、みんなは絶対にあなたを受け入れてくれるわ。僕がいても楽しいでしょうか？僕はみんなに受け入れてもらえるのでしょうか？うん。だからおいで。
そんな危険な病気、初めて聞いたよ。本当に治療の手段はないのか？はい。国立研究所の説明では、重度感染者の発症に対する治療法は確立したばかりで、全住民への対応は事実上不可能とのことです。最短で24時間以内、長くとも48時間以内に、山荘の人口2000人が全て末期発症するとのことです。甚大な被害と影響が予想されます。そりゃ大変なことになるのはわかるけど、そんなの許可できるわけないだろう。そもそもなんでこんな危険な病気を隠蔽して研究なんかしてたんだ。そもそもそういう事態を招いたのはその関係の連中の責任じゃないのかね。第一、こんな危険な研究は今や日本の国益に貢献しないどころか損ないかねんぞ。どうして昭和の58年までこんな馬鹿げた研究をしていたんだ。報告書によれば、研究目的のために撲滅を意図的に遅らせていたそうじゃないか。しかも汚職をめぐるトラブルの果てにこんな事態だ。これはテロだよ、テロ。東京の老害だ。こんな研究を支持していた人間には全員責任を取ってもらうぞ。いつまでも大戦の亡霊に取り憑かれている連中を追放したまえ。これは東京の海を出すいい機会じゃないのかね。責任者の追及は必ず行いますが、それより前に対応を考えなければなりません。総理、ご決断を。滅菌作戦を承認しない場合のシミュレートを聞かせてください。はい。今から36時間後には村人のほぼ10割が末期発症、末期的な被害妄想に取り憑かれ反社会的な行為を行います。想定されるのは自殺、殺人、放火、強盗、その他異常行動、治安の完全なる崩壊です。騒動はおそらく雛見沢地区のみでなく周辺地区へも波及します。結果、世界規模での注目を浴びることになるでしょう。民間の独自調査の結果、奇病が原因であることが発覚するのは食い止められません。野党は奇病の対応の不手際を政争の具に、次期選挙を有利に運ぶでしょう。また東京内でも総理の対応に批判が高まるでしょう。彼らの支持は総理の列島改造に欠かせません。そして何よりも軍事目的での研究が政府内部から暴かれる可能性があります。これだけは断固阻止しなくては我が国に致命的信用ダメージを与えかねません。逆に滅菌作戦を承認した場合はどうなりますか？はい。自然災害を装いますので、やはり対応の不手際の野党追及は避けられません。ただし奇病研究について発覚することはないでしょう。もし万が一奇病の軍事的研究が世界に発覚したら、我が国はアジア地域でのイニシアチブを完全に喪失します。他国の援助を受ける政党は一大キャンペーンを張るな、売国ども。そうなれば野党の政権奪取は必至だよ。日本は宣戦布告なくして占領されるぞ。シミュレートの結果では、第2党第3党が連立した場合、与野党の勢力は完全に反転します。国際世論は我が国を一斉に非難。国連に対し NBC 兵器開発疑惑の査察を要求するでしょう。近隣国は政府主導でバッシングキャンペーンを展開、高支持率を背景に対日外交を強硬路線に転換します。我が国は政治的焦土と化すでしょう。国際信用はペンペン草一本残らんということかね。くさ。つまり
雛見沢地区と周辺自治体の数十万人だけの問題では済まんということだな。しかし、全てを闇に葬るための犠牲が2000人とは多すぎる。日本国内において生物兵器研究が行われていたことが露呈することだけは避けなければなりません。私はどうやら大戦の亡霊の尻を拭く羽目になりそうですね。滅菌作戦は計画通りに隠密で実行できるのかね。滅菌作戦が発覚すれば奇病研究以上の大スキャンダルになるぞ。はい、ご安心ください。それにつきましては自衛隊内の機密保持に特化した専門部隊が当たります。このような事態を想定し研究と訓練を重ねた部隊です。万一の失敗はありえません。都市沈黙戦という言葉は初めて聞きましたが、これはガスによる虐殺のことですね。自衛隊にガス戦を習熟した部隊があったとは驚きました。ガス防護を知るにはガス戦を知らなければなりません。ガス虐殺に備えるにはガス虐殺を知らねばなりません。装備実験隊は日本国が受ける可能性のある全ての攻撃に対し日夜研究を重ねています。明かせぬ研究を葬るために明かせぬ方法を取るか。罪悪感の伴う任務だが、隊員から事実が漏れ出すことはないのかね。ありえません。隊員は第一空挺から精鋭を選抜し、さらに高い忠誠心を持つ者のみで構成しております。実戦はこれが初めてになりますが、練度は極めて高く、内部の機密保持も問題ありません。まさに暗殺の専門部隊ですね。総理、どうか緊急マニュアル第34号の執行にご決裁をお願いいたします。防衛庁長官、この作戦は必ず成功しますか。事件が大騒ぎになる前に食い止められますか。いえ、犠牲者を最小限に抑えられますか。はい総理、すでに予備命令を発し作戦準備に入っております。ご決裁がいただければ直ちに出動して作戦に入ります。私には人口2000人を虐殺する命令など下せません。ですが内閣総理大臣として犠牲者を最小に抑える義務もあります。胸中をお察しします。長官、どうか犠牲者が一番少なくて済む方法を選択してください。2000人がどうしても治療できないなら、不必要な犠牲者が出ないよう迅速な対応をお願いいたします。はい、ご決裁を感謝いたします。必ずや朗報をお持ちいたします。2000人の犠牲が朗報と呼べるならですがね。奥野君、東京の皆さんに近日中にお会いできる席を設けてください。今回の件について釈明を直接聞かせていただきたいと思います。わかりました。ところでその問題の研究所長の入江氏は逮捕しましたか。いえ、服毒自殺とのことです。研究の終了が自身の人生を否定されたものと悲観しての発作的犯行と思われていますが、何が目的だったやら。彼を狂気に駆り立てた理由は永遠に闇の中ということですか。皆さん、輸送の都合で荷物を持つことはできません。手荷物は禁じます。繰り返します。手荷物は禁じます。現金、通帳、印鑑の類だけを携帯してください。混乱防止のため車両避難は禁じています。
なんで兵隊さんは災害なのに鉄砲持ってきたらしゃ。皆さんが避難した後の家屋を守るためです。また災害に便乗して商店を襲撃するボートに対してです。避難側にそんな輩はおらんのじゃ。第一小隊避難誘導順調。了解。一個分隊を応援に向かわせます。兵隊さん、爺様の位牌を持ってんじゃならんがね。位牌は構いません。急いでください。町会の方は点呼を怠らないように。歩行困難な方は申し出てください。隊員が補助します。ああ、リカ様が殺されたからおやしろ様がお怒りになったのじゃ。おやしろ様、おやしろ様、おやしろ様、どうか怒りを押し進めください。防災訓練通りに避難しちゃり。班長は点呼終わったら町会役員に連絡せんかいで。鬼ヶ淵から正気が溢れ出したんね。お社様はお怒りだね。こんなに大勢いるんじゃん、助かる方法なんかなかとよ。村で死なせてくれな。大丈夫です。輸送ヘリと防ガス仕様のバスが回されます。必ず助かりますから。みんな、エリン署へ集まれ。四丁目は違うだろう。郵便局裏の公民館だぞ。皆さん、防災訓練と同じです。落ち着いて災害時避難場所に集合してください。団体行動をお願いします。一人の乱れが全体の足を引きます。どうか団体行動を。家には必ず戻れます。引き返してください。車両での避難は禁止されています。この先はガス流で寸断されており危険です。あんたにも硫黄の匂いがわかるでしょう。アメさんの妨害電波食らった時もこんな音がしたんね。万一のガス流に備えて窓はすべて閉めてください。念のため窓ガラスはテープで目張りします。申し訳ございませんがご協力をお願いいたします。よし来た。若いのは率先して手伝え。社様のたたりないしゃ。リカ様、リカ様、
おやしろ様、おやしろ様。やっぱり古手神社の鬼隠しはおやしろ様のお怒りの詐欺漏れだったんだ。あの日古手神社は鬼の国に飲み込まれたんよ。リカちゃまは鬼たちに腹綿を食らわれたんじゃ。サンサ、全小隊が点呼を終了しました。遅れていた自主避難者もさっき最後の家族が合流したようです。全員揃いました。そう、いよいよね。お社様のたたりが現実となる。お社様の生まれ変わりである古出梨花を綿流しにするという冒涜によって、お社様の怒りが村に下される。それで、この5年間の連続したたたりは、本当の神罰に昇格される。もう誰にも事件なんて呼ばせない。これは、荒ぶる神の怒りなのだから。始めなさい。中隊長より全隊員へ、彼らのために1分間の黙祷を捧げよう。サンサ、1分だけご許可を。お好きになさい。天に召します我らの父よ、罪なき彼らをどうかお導きください。彼らの尊き犠牲がそれ以上の犠牲を防ぐことを、どうか報いてください。そして願わくば、罪深き我らをお許しください。我らが今日ここにあることをお許しください。神がいつ降臨されるのかは誰も知らない。それは例えるなら、泥棒がいつ訪れるのかわからないように。だから予期せずしてその時を迎えて、不信心であったことに歯ぎしりすることがないよう常に目を覚ましていなさい。エセ預言者たちは神の降臨を声高に叫ぶであろうが、それに惑わされてはなりませんか。マタイの福音書ですね。そうなの？祖父の好きだった言葉よ。報われる日がいつ訪れるかわからないから、常に勤勉であれって言葉だと思っていたけど。今日が報われる日なのですか？そうよ。あなたにはわからないでしょうけどね。失礼ながら、主の降臨は慈悲深いものであるべきだと信じています。このような日にそれを例えられることは冒涜かと思います。ごめんなさいね。
あなたは神に試されなさい。私は今日を境に試す側となるのよ。以上で黙祷を終了する。全小隊、滅菌を開始せよ。今こそ私の理想はすべて完成した。文字通りの理想郷がここにはある。ここでは私は神で、私のたたりは永遠に刻まれ語り継がれるのだ。ダム戦争をきっかけに長き眠りからよみがえった荒ぶる神が、不信心なる者を綿流しの聖夜の旅にたたりを下してゆく。その一年一年の積み重ねが神の復活、お社様の意向の復活、たたりを恐れるという原始的恐怖への回帰。そして誰もがお社様のたたりを疑わなくなり、完全に復活した我は古きむくろの腹を内より破りて、今こそこの世によみがえる。お社様の怒りに触れるとき、地獄の釜が開きて正気があふれ出し、人々は逃げることもかなわずことごとく生き絶えるなり、その最後の審判が、たたりが、こうして実現した。あなたは死んだら何が残る？身は腐り、焼かれ、骨は砕かれ砂になる。大地の肥やしになる以上の何が残せるの？応接室で脱走発生！4名が窓から脱出！発砲許可！撃て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 ！
どうした？落としろ！脱走者全員の逃亡阻止。受精は駐在警官が反撃したものです。射殺隊を回収しろ。一般犠牲者と一緒にしないよう注意せよ。私は残した。名を残した。異形を残した。たたりを残した。私の存在は、この長く封鎖されるこの土地で、神格化されるだろう。そして、近隣の町にて今日のたたりを逃れた者たちは、たたりを恐れ、その恐怖を人々に語り継ぐだろう。人間の群れの記憶が私を超越した存在へ昇華させるのだ。第一小隊より本部、エイリン署の滅菌を終了。脱走者4名は射殺。第二小隊より本部、作戦終了。脱走者なし。第三小隊より本部、脱走者10名以上、現在掃討中。制圧は時間の問題。第四小隊より本部、滅菌終了。脱走者なし。第三小隊より本部、脱走者13名全員の射殺を確認。全員の滅菌を終了。了解。機密保持部隊の全小隊は確認を厳重に行われたし。さあさあ、非常時対策の完全終了を確認。通信妨害を終了しますが、よろしいですか？ええ、いいわよ。施設処理部隊より定時連絡。機密搬出と溶接封鎖を完了。現在、注水中。交通封鎖部隊より定時連絡。封鎖線は異常なし。通信工作部隊より定時連絡。通信妨害を終了。電話施設の現状復帰を開始。ご機嫌ですね。ええ、最高に気分がいい夜よ。あなたには聞こえないでしょうね。この新しい神を称える賛歌が。賛歌でありますか？そうよ。称える歌、賛歌。神のいなかったこの地に新しい神が誕生した瞬間を称える賛歌よ。この雛見沢には神などいなかった。お社様という名が残るだけ、神がかつて存在した痕跡が残るだけの、ただの古ぼけた土地だった。その地に、私は再び神を取り戻させたの。どういうことかわかる？わからないでしょうね。今の世界にたたる神が何人いる？人が試すことに耐えられる神が何人いる？一人もいやしない。それを私がたたった。
たたりなきは神にあらず。たたるゆえに恐れられ、恐れられるゆえにあがめられる、それこそが神の真実。神が信仰を生み出すのではなく、信仰が神を生み出すのなら、神にたたりなど必要ない。でも太古の神々はたたったのよ。では神のたたりとは何なのか。それこそが真の神の証だった。たたらない神など人間に見下された神でしかないのよ。神の宿らぬ抜け殻の土地に神が確かに存在した痕跡を見た私は思ったわ。これは天の啓示だと。ダム戦争が終わるまで明治から100年にもわたり、雛見沢は神を失ってきた。それを私が蘇らせろという神の啓示だと私は思ったわ。そして天は私にありとあらゆる力を貸してくれた。天が与えたわずかの偶然が積もり、芽生えたたたりの芽を私が育てた。育まれたたたりは今や結実し、実をたわわに実らせてくれたわ。そうよ、わかる？つまりは、今宵は収穫祭。お社様の伝説に刻まれた最後の神のたたりの日。この日が訪れたからこそ、お社様の存在は今こそ絶対となる。あなたたちは今はわからなくてもやがて知る。私が成した偉業がどれほどのものか、どれだけ長く語り継がれるか、そして私がどれほどの存在となったのか。神はたたる。そのたたりを私は起こす。今こそ我はお社様のたたりなり。我をあがめよ、たたえよ、そして恐れよ。我が紡ぐはたたりにあらず、死にあらず。我が紡ぐは歴史なり。歴史はたたりを語り、我が存在を英語に語り伝えるであろう。我こそはたたりなり、肉でできた身を超越せし者なり。この身がたとえ朽ち果てようとも、我が紡ぎし歴史は永遠に残り続けるであろう。今こそ我は永遠を得たり。我が身を呪えよ人間たち。身が朽ちれば後には何も残せぬ無力さを呪い、悔やみ、恐れるがいい。そして我が偉大さを知るがいい。我こそはお社様なり。今こそ神の領域に至ったものなり。我は肉体が滅びようとも永遠にこの地で語り継がれるのだ。我はお社様、我こそはお社様のたたり。我をあがめよ、たたえよ、そして恐れよ。我が紡ぐはたたりにあらず、死にあらず。我が紡ぐは歴史なり。歴史はたたりを語り、我が存在を英語に語り伝えるであろう。我こそはたたりなり。肉でできた身を超越せし者なり。この身がたとえ朽ち果てようとも、我が紡ぎし歴史は永遠に残り続けるであろう。今こそ我は永遠を得たり。我が身を呪えよ人間たち。身が朽ちれば後には何も残せぬ無力さを呪い、悔やみ、恐れるがいい。
そして我が偉大さを知るがいい。我こそはお社様なり。今こそ神の領域に至ったものなり。我は肉体が滅びようとも、永遠にこの地で語り継がれて、永遠の生を受けるのだ。